武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、宮崎大学の入試について話していきたいと思います。宮崎大学ですが、まず2016年に、地域資源創生学部が、新設されました。で、教育文化部、こちらがですね、教育学部に改称及び改組、されています。で、まあ、それ以外にも人数等の変更などはありました。また、2017年の入試ですね、こちらで工学部が、英語が取り入れられて、まあ、3教科3科目になったと、ここにも、変更があります。で、そんな宮崎大学ですが、まあ、医学部と獣医学部、があって、医学部はまあ理科が必要なく英語と数学のみで受けられる。そして獣医学部も英数理科から2教科2科目で受けられるという形で、まあ割と科目全部やる余裕がない受験生でも、まあセンターちゃんと取って得意科目2個あれば勝負できるというところで、まあ割とその受けやすい形にはなっているかなという形ですね。そんな宮崎大学の入試科目、それぞれの勉強法ですが、英語、数学、国語、物理、科学、生物、小論文、自分が見たい科目を選択してください。